はい、カジノ利権のページですけども、最近速稼塾にご参加いただいた方はちょっとね、何のことか分かんないっていう部分もあると思います。ですのでこの動画を撮りました。もともとはですね、1月にカジノの利権を取らないかってことでお誘いいただきまして、何のことか分かんないけども、とりあえずね、一口10万だっていうんで、私ね9口入ったんですよ。でトータルで200万ぐらい必要だったんですけども、それが今順調に毎月利益を生み出してくれてるんですよね。それをずっと実況してるコーナーだったんですよ。ただ半年以上経って私が順調に利益を出しているところを見ても、もう参加できないんですよね。で私が単なる自慢で放送してるだけになっちゃいけないんで、どうしようかなと思っていたら、そのね、カジノ利権の方ではないんですけども、そのカジノ利権に関わるプロモーションの方が最近始まったらしくって、そちらの方はなんか一口1万円から参加できるみたいなんですよね。ということでその話をしていくようなね、ことで続けております。まあ1月に私この話をした時ね、あの一口10万の話した時に、誰も参加しないでくださいねって言ったんですよ。というのが、私もこれから始めるからサポートができないし、水物なんですよこういうのは。最初から私の場合はなくなってもいい資金として200万用意することができましたけども、そういう方ってなかなかいないと思うんで、失礼ながら、やっぱり10万20万でも結構勇気いると思いますんで、まあ、ですんでね、私はね、いい案件が来たからみんなやりましょうって煽るようなことは今まで通りやっていきません。私が少なくとも1年検証したもの、しかも毎日動画を公開していて、皆さんにもねちゃんと見ていただいて、一定の納得をいただいたものに対して募集があった場合は募集が始まりましたよっていうことをお伝えすることがありますけども、基本的にね、私ね、自分で、リスクを取る分はいいんですけども、この他の人にリスクを押し付けるっていうのがね、なかなか慎重なんですよ。もちろん何らかの形で大丈夫だろうと思ってるのが大丈夫じゃなくなっちゃったってことは、これはねありますんで、そこは警戒するように、リスクヘッジをするようにずっと、それはそれでね、お伝えするのは速稼塾だと思いますけども、ただやっぱりね、美味しい案件って私がいくら止めてもこっそり資金増やしちゃうもんなんですよね、人っていうのはね。まあ、ですんでそこはもうね、私はそこまで止める権利はないんですけども、私の立場からは余剰資金でカジノなりギャンブルなり、まあ投資なりはやりましょう。余剰資金でですよ。余剰資金というのは10秒後になくなってもいいお金ってことです。ということでカジノ利権、今はもうねちょっと取れないんですけども、プロモーションの方には参加できるんで、1万円のプランいかがでしょうかって話ですね。1万円のプランは1万円で参加すると、まあ、消費税 10% つくんですけども、倍になって帰ってきて、しかも毎月1300円の権利収入もつくという形でございます。詳細はね、別の動画ありますので、ご希望の方はそちらの方をご覧いただければと思います。まあ、動画概要欄につけておきますけどね。ではご覧いただいて、申し込む方は申し込んでみてください。では以上です。